皆さんこんにちは。東京文化会館ワークショップリーダーの井原さゆりです。老俳優の河合由美子さんです。11月19日土曜日午後2時より東京文化会館ショーホールにてリラックスパフォーマンスが開催されます。このリラックスパフォーマンスではサインポエムが披露されるんですよね。サインポエムって何ですか？楽しみですね。このリラックスパフォーマンスはいろんな人が安心して楽しむことができる公演なんですよね。皆さんと会場でお会いできますことを楽しみにしております。お待ちしております。